おめでとうございます。え、なんか来たの？来たの。2024年もどうぞよろしくお願いします。あ、もう6人の人が集まってくれてて、1人の人もグッドボタン押してくれてるんですけど、皆さんお久しぶりです。昨年親の再会動画を上げて以降、 YouTube チャンネルはほぼ更新なく、ちょっとポストみたいな感じで投稿はさせてもらったんですけど、先週ね、今日の YouTube クッキングのお知らせだけはさせてもらってたんですが、YouTube チャンネルやっと動き出しました。お疲れさんです。でも一面の方はもちろんありがとうなんですけども、最近ほんと親再会動画でたくさんチャンネル登録してくれる方が増えましてですね。そう、はい、再生回数も今3万回気づけば、はい、行ってまして、本当に再生してくれた皆さんもうありがとうございます。でもう去年からね、もう去年というかもうずっと前からブータローたちのこのチャンネルを見てくれてる人は、おなじみのこの YouTube クッキングなんですけど、まあ、新規さんのね人にも説明しておくと、毎週水曜日、こんな感じで料理しながら、料理はただおまけなんですけど、ね、雑談しながら楽しんでおりますので、ライブ配信好きだよっていう方は気軽に一緒にね、こう今みんなコメントくれてますけど、遊びにしてくれたら今年も2024年も嬉しいです。そうですね。ではリアルタイムでね見られるのもなかなか、やっぱこれゴールデンタイムですから、うち結構主婦の方も多いですし、結構大変だと思うので、アーカイブも残りますから、アーカイブで見てくれてる人もありがとうね。リアルタイムで来てくれるのはもちろん嬉しいし、こうアーカイブで見てくれてるのもすごい嬉しいので、とにかく関わってくれてる皆さんありがとうございます。そう、今年初めてのクッキングです。こんばんは皆さん、今日もカワイイとかいただきました。これね、いただいた何て言うんですか、これネックウォーマー、ネックウォーマー、これもすごい愛用しててありがとうございます。残念ながらね、ちょっと1月とか12月からちょっとねプレゼントが届いてなくて、また事務所に催促しなきゃいけないんですけど、ほんと送ってくれた人申し訳ないんですけど、ちょっとまだ届いてなくて、またプレゼント届いたら、写真か動画にもしかしたらするかもしれないしね、ちょっと紹介させてもらうんですけど、本当にちょっと心配かけてるかもしれないんですが、ちょっと事務所の人にまだ確認できてないので、ちょっとそろそろ来ないと困るというか、どうなってんのって感じなんですけど、すいません、ほんとご心配おかけします。どう、このスタイル、サウナの人みたいな。え、サウナの人あんまり見たことがない。あ、そうか、サウナ好きじゃないもんな。うん、サウナのものかぶってる人みたい。これでいこう。はい、ということで気を、ね、取り直して、やっていきましょうか。今日はタイトルにもある通り、じゃーん、まあ去年も作ったんですけど、ゆうちゃろーの希望によりお好み焼きを作っていくんですが、それに至って焼きそばも食べていこうと思うんですけど、結構お腹いっぱい。あ、ごめん。あ、ごめん、姫目薬して消していい？はい。材料は、まあ、もうお好み焼きの粉と焼きそばと、今日はちょっとシーフードも入れてみようかなということで、シーフード。と？あとはバラ。と？と、あとチーズもちょっと今日はね、入れていこうかなということで。ソースどこやった？ソースそっちにあります。あ、もう一点。はい。なので、大吉田さん。これも入れた？あ、言ってない。あとね、これ、山芋というか、まあ、長芋なんですけど、これも入れていこうかなと思います。広島風ではないかな。普通のお好み焼き屋なんですけど。よいしょ。あ、ありがとうございます。早速100人の方が見てくれてる。嬉しい。前回もお腹いっぱいって言ってたの、ブー太郎。お好み焼きの時に。え、そういうジンクスがあるのかしら。お好み焼きは好きじゃないんかな。え、好きやで。はい、行きましょう。あ、てか、せっかくならエプロンっすね。いただいてますし、ね。じゃあ今日は、しんちゃんに行こうかな、ブー太郎は。で、近況報告っていうタイトルもあるんですけど、もういろいろあるんでね、もう何から喋っていいのかっていうとこですけど、
ちなみに、この料理配信ほとんど手元とか料理映ってるとこ映らない。料理配信は改めて言っときますね。2024年も変わらず料理はおまけスタイル、お雑談メニューなんで何の参考にもならないと思いますが、よろしくお願いいたします。今ゆうちゃらはちなみに説明しておくと、キャベツを千切りにしてくれてます。おいちゃら何する？粉入れる？どうしようかな、キャベツだからどうしようかな、これをだからあれにしようか、焼きそば、焼きそばにしようか。はい、わかりました。は焼きそばを先切るか。見たい、みんなゆうちゃらの髪の毛切ってるとこ、髪の毛とはキャベツ切ってるとこ見たいですか？いや見たくはないやろ、別に人がキャベツ切ってるとこないけど。あ、そうだね、近況報告といえばもう気づいてる人がいるんですけど、ゆうちゃらさん髪の色なんか色落ちしたというか、なんかしました？色落ちしました。え、色落ちしたんです？違うよ、みんなこれ、ゆうちゃら染めたんですよ。あれ、キャベツってどうやったっけ？みじん切り？じゃん、千切り、千切り、みじん切りの一コマある。お好み焼きはどうやったっけ？お好み焼き結構、例えば広島とかやったら千切りやったろ。もうみじん切りか、みじん切りにしようか。みじん切りか、うん、千切りでも結構あるけど、もう取った方がいい。みんなどっちがいい？今日の豚の、さっきみたいなどうでもいいか、みんなゆうちゃんの髪の毛気になってるのに豚の髪だけど。しかもたださ、根っこをまあ頭にかけてるかさ、首につけてるかだけの話なの。ちょっとごめんなさい、普通に行かせていただきます。じゃあ自分で選べんのかい。え、で、ゆうちゃさん、そう、アッシュにしたんですよ。だってアッシュってか、アッシュじゃないよ、それ青にしただけ。青が落ちてん、うん、帰ってきた時青色やったよ。あー、そうね、うん、自分が思ってる青と全然違ったけどな。あ、ほんまに青やんみたいな。え、違う、ほんまが青やんと思って帰ってきた時。アッシュ、アッシュとかなんかそっち系のなんかちょっとくすんだ。アッシュってでも青を入れるやん、だからグレーになるわけやん。青入れた、だからグレーじゃ、グレーやったよね。青じゃなかったやん、だから青ってもうほんまの青やん、うん、こういう青ではないやん。え、そんな青じゃなかった？うん、グレーやったで、帰ってきた時。あ、ほんまに？うん、はいはいはい、はい、なんか自分、あれを想像してたんや、剃りすぎた眉毛の色。青々しい、青ひげとか、そうそうそう、そっち系。え、それになりたかったの？髪の毛の色が良かった、うん、できた。自分眉毛だから、だいたいいつもさ、ひげ剃りでやるやん、うん、だから、まあ、要は刈りすぎたりとかさ、するわけ、うんうん、そんな時に青々しくなるから、うん、そうなっても、髪の毛の色と合うようにと思う。ちょっとよくわからないんですけど、皆さんわかりますか？なんていうの？眉毛ブリーチする人の気持ちわかる？うん、わかる。茶色にしたら眉毛も茶色にするみたいな。うんうん。それ。延長線の色にしたからね。それとは全然違うよね。今眉毛の色と一緒じゃない？ここ。薄いから。眉毛黒。あ、黒くなる。じゃあまた剃らなきゃね。っていう感じで、ゆうちゃんさんかっこいいって来てますよ。そうですか。照れてる。ブタロウくんもセットしなくても可愛い子収まってるよ。ブタロウ髪の毛切ったっけ、あれから。よ、あ、切った。いや、動画にも出したね。あ、そうやな。2023年総編集。臭いというか、なんかどんな、じゃ食感なくなったらあれかなと思って。こっちタイプ、広島焼きじゃない風、みじん切りタイプでいってます。ウータロさん可愛いって言ってくれてる。ゆうちゃろさん痩せたって言われてる。太りました。ウータロさんエプロン姿可愛いって言って、そこにもねいただいたんです。もういただき物で本当にありがとうございます。憧れカップルです。二人のトークが面白すぎて笑ってます。なんか書いてくれてるけど見えなくなっちゃった。ああ、ダメだ。ごめんなさい。消えちゃった。どこ行った？どうやってやんないったっけ、これ。ちょっと。ブータロー、普通が可愛いよって。わかりました。じゃあ、普通で行きます。バランは卒業ねって。
いや、バランだよ、今。これ、ね、今、無理やり髪の毛さ、分けてるじゃん。結構やばいよ。こうやったら。わかる。憧れです。毎回待ってます。嬉しい、ありがとうございます。憧れてくれてるって。え？二人のトークが面白すぎて笑ってます。ゆうちゃろうさんはかっこよくて、それにぶーちゃろうさんも素敵です。ありがとうございます。ゆうちゃろうさん、素敵いただきました。ゆうちゃろうさん、かっこいいいただきました。どういうところに憧れるのか、逆にこの質問来ちゃいましたよ。答えられるから、でも面白いところが好きって返してる。トークが。で、ゆうちゃろうがかっこいいとこと、ゆうちゃろうが素敵なところが好きみたいな。勝手に決めてたけど。サザエさんも良かったでって。サザエさん。あ、サザエさんのパーマーね。これね。クリンクリン。今度さ、ブートロパーマー、ツイスト、なんか TikTok で最近さ、よく流れてくるのが美容師さんの、こう、ビフォーアフターのやつ、よく。それ、ブータロから聞いてめっちゃビビってんけど、みんなさ、まあまあ、女の人か。女の人は高いもんな。じゃあその美容師、美容院で、なんかその、ブータロがな、この間調べて、で、なんかその、なんかこんな感じにしようかなって言って、見たら、金額いくらいくらみたいな。って言われた瞬間にさ、ああ、やっぱそんなするんやと思って。みんなどれくらいかけてんやろと思って。わからん。女性の方はもっと高いんじゃない？トリートメントとかもする人だと。ああ、そっか。一回の美容院代みんないくらなの？わからん。そう、みんなどれくらいかかってんの？ちなみに、もう最近は、会もそらへんやん。うん。何ヶ月に一回行くの、ほんで。早くて2ヶ月やけど、うん、ほぼ3ヶ月、4ヶ月とか。全然いかんタイプ。1ヶ月で暮らしてるな、うん。すごいと思って、うん。お金かかってしゃあないよね。そうやね。で、ゆうちゃろうとかもそうやけどさ、ブリーチとか1回髪の毛色塗りちゃうとさ、維持しなあかんやん。うん。それだけのダブルカラーってめっちゃレベルちゃうわ、値段いくじゃん。いく。でしょ？女の人とか多分余計髪長いとさ、そうやね。染め子の値段、染め子とかやってたね。全然なんかもう若くないな今の、うん、なんか染め子今34やけど、うん、34歳の人でも言わなさそうじゃない、うん、確かになんか染め子の言うな、うん、だからそうあそうブタロウはあだけど5000円かちょっと待って思い出して5000円ベトナムの子に言われたら忘れてたみんな染め込んで笑ってるけどベトナムの子にも馬鹿にされたからねこのバラン5000円します 5000円高いよって高い高いって私1000円買っとるよあなたそれで5000円5回いけるって言われて馬鹿にされてさベトナムの子にもさ本当ひどいわ5000円でもカットだけで5000円ってことやろそう高いな、確かに。でもそう考えたら。はい。みんなどれぐらいかかってるんですかね。ゆうちゃろは2800円。安っ。それでそのダブルカラーでいくらのダブルカラーでカットも全部含めたら16000円。めっちゃ安いな。うん。ダブルカラーでな。うん、ダブルカラーだってもう結構さ、もう高いとこやったら18000とか。なんか、ブータローが見てた、うん、あ、カラーだけでやる。え、カラーだけでそんなすんの、うん、カット入れたらもう2万超えてくるし。ええー。ブータローが何のその、TikTok のビフォーアフターで見てたのは、なんかツイストパーマーもいいなと思ってて、で、アッシュグレーとかもしたいなと思ってたけど、まあでも染めたら N に怒られそうやしなと思って。うん、確かに。で、でもこのパーマー似合わへんやん、結局ブータローめっちゃ笑われてた。またパーマーやんのみたいな。あとサザエさんのしときって言われて確かにじゃあその短さでツイストやったらパンチパワーみたいにならへんかなだからそのよっぽど上手いところでやらんとさ、うん、ちょっと下手こいたようなところでやっちゃうとその上手いところを見つけたわけよ関西でそれがめっちゃ高いんやろでそうでブータロン今行ってるとこでカラーパーマーやったとしたら、うんうん2万ぐらいはいくね多分あ、まあ、まあツイストでプラス3000円で返したからまあまあいくなそう2万前半ぐらいやってんけどそこは3万、まあ、結構すんな、うん、3万かみんなどれぐらいって
あ、10周年おめでとうやって、ありがとう。ありがとうございます。ちょっと、なんだそのありがとうの思ってない感じの言い方。ありがとうとか言って。いや、そう、ありがとうございます。もういっぱい話すことがあってね。そう、もう本当にありがとうございます。そう、10周年迎えました、昨日。昨日です、そうだ、うん、昨日ですよ。そう、昨日。めっちゃリアルタイムやん、そういや。そう。切れました。切れましたって言うと何もやってないけど。今日は10年と1日目です。ありがとうございます。あ、書いてる人いるわ。10年と1日目おめでとうって。うん、で今日もずっと仕事中にさ、10年と1日目のブータローとか言われて。え？え？ずっと言われんねんけど。なんなの ?10 年と1年1目のブータローって。おめでとうございますって。10年目おめでとうございます。ありがとうございます。でもさ、キャベツ切りすぎるかもしれんな。うん、思いが。まあ、いっか、キャベキャベしい感じで。とりあえずこれさっき名前もいこう。え、これ分ける？分けない。そのままいく。マジで？だから、うん。あ、分かりました。先入れる？それとも、水で溶かしていく。あ、分かりました。水は一番最後にする。あの、どれぐらいの混ぜれる、あるよ。その規定量水入れたら、たぶん、長芋があるからさ。うん。ちょっと様子見ながら入れるわ。聞いといて全然コメント拾えないんですけど、カット、毛染め、トリートメント45,000円、とっこほら、やっぱ行くんやって。すごいよね、なんか恐ろしくない？下手したらもうさ、家賃やで、家のね、とっこ、マジで、うん、ありがとう皆さん、記念のチューしてって来てますけど、そう、正月のカニもね、そう、旅行話も、もうなんかね、何から話していいのかっていう感じで、もう近況報告だらけなんですよ。え、私は昨日で今の会社に入って10年やって、おめでとうございます。ってことは、え、すごいじゃん、ブータロたちと記念日が一緒ってこと。そう、会社入った日にブータロたちは付き合ったってこと。うん、すごいでしょ。二人とも素敵、ありがとうございます。10年目と1日目のブータロ君呼んで、おなろけ、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、コメントね、ま、あの、ちょっと拾えたり拾えなかったりするんですけど、何手伝うの歌の、あ、コメント読んでる、うん、の方が一番いいかな。え、何コメント、え、コメント、コメントがないです、ない。遡ればあるんでしょうけど、私は戸籍変更して結婚しましたが、早く同性結婚できるようになりますようにって。え、すごい、戸籍変更して結婚したんだって。え、そうなの、おめでとうございます。なんか去年も結婚した人もいたし、なんか嬉しいよね、そういう報告聞くと。すごいな、うん、どこで結婚したの、日本、わからないです。私今日で10ちゃいと1日で1、絶対嘘。ブタローは15歳です。普通に感動、おめでとうございます。おめでとうございます。これさ、ただでさえさ、山芋たっぷりの粉使うのにさ、これさえとろろ入れたらどうなんやろ。ほら、だから、あの、ある意味あるよな、挑戦、挑戦というか今日のチャレンジ。すごいトロトロなあれかな、お好み焼きができるのかな、何なのかな。いや、トロトロなれはいいけどさ、なんか水の配分間違えてべっちょべちょになるやん、うん、絶対。それだけちょっと怖いなと思って。この山芋にもさ、水分が含まれてるから、そう、だから水の量は絶対間違えられへんなと思って、うん、お好み焼きは関西はご飯のおかずにしますが、関東ではお好み焼きはご飯のおかずにはしないみたいですね、テレビで言ってました。でもね、それよくあるじゃん、その論争。でも関西人もさ、みんながみんなご飯食べないよね。いや、え、食べるみたい。全員ではなくない？だからさ、うん、ブータローって私は食べないんですよ。自分食べない。ちなみに、うん、食べれない。で、ブータローの家はどうやったかな、なんか出てたな、でも確かにご飯。でも炭水化物、炭水化物やもんね、うん、でもラーメンにチャーハンみたいなもんでしょ。よ、チャーハンはだってあれ、おかずじゃないっていう認識やねんけど、おかずではなくない？だってチャーハンをおかずにご飯食べるってことなんでさ、じゃあ、ああ、そうそう、チャーハンはさ、もうチャーハンや、
何者でもない。わかる。さ、自分そういった意味で言うとさ、オムライスがなんかさ、異様に食べづらくて、うん、え、どういうこと。なんかただのケチャップライスを食べてる感覚に陥っちゃうねんな。あー、ってなると、なんか頭の中で変に解釈難しくなって、うん、なんか、え、これただのケチャップライス食べてるだけじゃねみたいなになると、あんま食べたいっていう気にならへんの。ああ、そうなんや。そう、いざ食べると美味しいねんね。うん、なんかな、わかる。食べるまでにあんまテンションが上がらんみたいな感じ。そう、ムータロー、どうやろうな。でもブラガーもオムライスでそんなにケチャップライス派っていうかは。あ、そうやな。あとは明太子とか、なんかちょっとなんていうの、癖あるものが好きやからさ。確かに、確かに。全然ケチャップライスを食べてる感覚にならない。どっちかっていうとバターライス派やし。あ、そうやな。そう、まあ、ちょっと考え方が違う。え、切った？爪を。大丈夫？豚何もしてないんですよ今日、料理してる。ここにこうエプロンしてる、してる本人が一番覚えてないですよ逆じゃねこれ。別にさ、ムーチェローがエプロンしてるのは分かるんですよ。エプロンしてる本人一番動いてないんですけど、どうしたらいい。私はまあどうもしてないですけど。え、もうなんかいっぱい喋りたいことがありすぎて、もう分からん、何喋ったらいいのか。てか、とりあえず旅行はどうやった。あ、旅行、うん、楽しかったですよ、もちろん。そりゃもう旅行、そう、旅行行ってきたんですよ。あの、年末年始31日から1月2日まで2泊3日で、京都に行ってきまして、もうとにかく何がすごかったかっていうと、もう、まあ、近々ね、今実はもう私、あ、ちょっと待って、よかった、今見落としとかやった。ごめんなさい、ありがとう。ダイナチャンネルさん、スパチャくれました。ありがとうございます。2人が末永く幸せに過ごせますように。そして同性婚できるようになったらまた結婚式の動画をお待ちしてます、だって。へえ、もうありがとうございます。もうほんとね、嬉しいな。チャンネルっていうぐらいから、なんかやってるのかな。ダイナチャンネルさんはもしかしたら動画アップしてますかね。なんか逆にね、お祝いでこっちが送らなあかんぐらいのね、なんかいただいちゃって。でも確かに同性婚できるようになったらさ、本当にあの、なんか国が認めてくれる形で。うん、認めてくれるの別にええけどな。もう普通に披露宴みたいな形でさ、みんな招いてみたいなことはしたいな。認めてくれるんやったらなおよしやけど、うん、まあめっちゃ結婚、みそのちゃんみたいだな。みそのちゃんもさ、何回も結婚式あげてるらしくて。みそのってどのみその。高田久美様の妹のみそのちゃん。そうなん。うん、なんか、まあ、何回結婚式すんねんって言われそうじゃない。あ、そうなの。でも同性婚が、まあ、でも国で認められたらそれはしたいよね、また。あ、まあ確かにな。なんかその難しいよな、それが認められてからさ、うん、しようってなるけどさ、うん、でもそれなる前にさ、自分たちがもし仮にね、うん、その結婚式みたいなことをしてしまった時にさ、もう一回してるからね、だってまあな、その後にまた認められたらまた結婚式ってなる。そう、みんな大変よね。祝福で大丈夫、ついてこれる。でもまたありえるよね、本当にそういった意味では。まあ、でもそういう経験ってなかなかできひんの、うん、普通に生きてると。そうね。そう、みそのちゃん外録出てたでしょ。ブタロも見た。なんかすごいさ、いろいろ言われてるけど、ブタロは昔から結構好きで、結構まあ癖あるっちゃあるじゃん、性格。どうしようかな。すごい、なんか今は募金活動、募金ってかこう、募金じゃないの。え、違った、支援なんていうの、はい、名前出てこない。こう、なんていうんだっけ、チャリティー。チャリティーじゃない。え、何そっち系でも。ボランティア。あ、ボランティア活動やってるんで。あとお店やってたり、なんかいろいろ子供とか、あと何してたかな、なんかいろんな、うん、やってるらしい。あ、情報発生。びっくりした、全然見てないよ。でも旦那さんもさ、こう、癌になって苦労してはるからね。なるほどね。
その流れで何か話したいことあったけど忘れたからもういいや。手際いいね、ゆうちゃろさん。手際っていうか別にそんな手際っていうほどのことはしてないよな。開けるよ。切って、とろろ入れて。どうしよっかな。あ、そう思い出した。でね、ブー太郎がさ、そのなんかみそのちゃんが YouTube チャンネル開設した時にさ、うん、なんかボソッとつぶやいたんよ。誰が？ブー太郎が。あ、なんか YouTube やりだしたんやーって、うん、帰ったら見ようみたいな、なんかもう本当当たり障りないなっていうのをこう思ったことをつぶやいた時があって、うん、それにさ、いいにしてくれたんよ。こんなもんでいい？もうちょっと入れる？あっちにも入れようか。あっちにも入れようか。あっちって安かばね。なんかすごい優しいなと思って。ブー太郎立ってるだけとかで。そう、いいにしてくれたの？そうやで。すごいな。結構エゴさしてはるんやなと思って。まあな、悪いように言ったらそうやな。悪くないやろ、だってエゴさすることは。いや、なんかそうだ、うん、エゴサーチだね、名前からして悪くない。でもさ、その時にさ、もしブー太郎の YouTube を見てくれてとしたら、多分その時悠々白書のさモノマネとかやってる時やって、なんか変な人やと思われるやろな。え、そんな昔の話なんですか、うん、あ、そうなの。何しようとしたっけ。チーズ。そう、のすけさんも頑張ってるよ。なんかだいぶ回復されたみたいで、ほんとよかったなと思う。なんかもう話がごっちゃごちゃで、なんかすごい今寄ってんねんな。あの、今日帰りにいっちゃんからいただいたスタバの割引券があってさ、うん、あの、まあ、あの、それ今日からスタバオペラが出てさ、オペラフラペチーノっていうの、それ飲みたくって今日帰り買ったよ。うん、それプラス、新しく出てたバウンドケーキチョコので、プラスチョコのタルトどんだけ食うね買って、オペラともうバウンドケーキは車の中でさ食べてしまって、それが今なんか来てる。結構甘いのガーって取り入れたせいでさ。どうしようかな。なんか体調が悪い。食いすぎやろ。なんかオペラフラペチーノはナッツみたいなの入ってて。ナッツ？うん、でもなんかそんな、ただただなんか甘々しくはなくってさ、なんか可もなく不可もなくの味でした。これ言ったらあかんかもしれんけど。ナッツが入ってんの？うん。なんか想像通りの味。なんかこんなん言ったらあかんけど、スタバってあんま想像を超えてこないんですよ、いつも。いい意味でも悪い意味でも。なんか微妙ともならないし、なんかめちゃくちゃ想像を超えたっていうこともなくっていう感じだね。ブータの中で。あ、はいっていう感じで。今回もそんな感じで。もうこんなんやったらさ、なんかもうこういうオファーとかも来んよなし。いや、そうそうよ。まあ、そんなん来ることもないからいいんですよ。150、今だから200入れて、150、こんな入れました。卵を先入れようかな。そうなんですよ、ブータのクッキングだったの。昔は最初は趣旨変わったってゆうちゃろうがしてるから、趣旨っていうか、もうそもそもゆうちゃろうとブータローがその仕事が別々で別々になって、でゆうちゃろうの帰りを待ってる間に、せっかく、まあ、ブータロー料理してるなら、もう配信でみんなのこう、なんていうの、引き役っていうか、こう、なんていうの、みんなと一緒に楽しめたらっていう趣旨で始まったのが実は始まりなんで、で、ゆうちゃろうがまあいろいろあって仕事をこっちに戻ってきて、辞めることも考えたけど、まあどうせなら毎週水曜日急に終わるのもあれだなっていうので、こうゆうちゃろうがね、一緒に混ざってユーブクッキングっていう形になったのが今の形なんですけど。何探してる？お好み焼きの粉。え？そこそこそこ。あ、そこに。はい。じゃあブー太郎が混ぜてあげる。うん。そう、だからもうブー太郎クッキングはもう多分最終回で、ね、多分やったよね、配信で、タイトルにもあると思います。だからちょっとあの時とは、あの時しか知らない人はもしかしたらあれ？ブー太郎クッキングじゃなくなってるやんって、今のコメントの人みたいに。でも多分さ、今くれたコメントの人も多分結構いろいろ見てくれてるよね。
こいつらコメントしてくれてるのよく見るけど。ティッシュに混ぜちゃっていい？なんか一応混ぜるって書いてるんやけど。何を？具材？シーフード。混ぜない方がよくない？混ぜる？いや、もう任せますけど。オッケー。はい。でも、あったかなのが良かったかな。ちょっと混ざってからの方が。ああ、ほんだ。ちょっと待つわ。じゃあ、交代。これただ今から混ぜるんで。はい。みちょさんが、次はコメント、みんなの、見てください。てか、旅行の話も今、中途半端に終わってることも知ってるからね、ブータロー。ああ、もう、どんどん脱線していく。あるあるだよね。みんなもあるっしょ。なんかこの会話してたはずなのに気づけばなんでここの話になってたみたいな今この状況絶対これ水少ないよなそうかなうんなんか水が少ない気がするマジ入れようかな入れるまだいいかもうちょっと様子いいそこ混ざってないよなそう混ざってないあ、オッケーあ、すごい寄ってんねんだから上沼美音子みたいな立ち位置やって上沼美音子恵美子ちゃんでしょエミコか。あ、多分あれか。関西じゃない人からしたらあんまり馴染みがないのかな。なるほどな。上沼恵美子さん。そうですね。ブータよく上沼恵美子って言われるかも。失礼やわ。でもあの上沼恵美子さんに。ブータロさんお手伝いって。ブータロさんはユータロさんより関西訛りが薄いのはなぜか。あ、めっちゃ言われる。ブータロってめっちゃ言われるんだよ、それ。今のこの配信だけじゃなくて。あれよな、なんかそういうスイッチが入るとちょっと標準語っぽくなるよなうん、多分ね、接客業のせいかもしれないああ、そうあの、言葉遣いも別に綺麗じゃないけど、うん、なんか違うもんなお客さんの前ではさ、え、なんでこれいいか、あ、びっくりしたあさりこう、なんていうの、手そう何をこうなんていうんだっけ、そういうの敬語か、うん、で喋るからあんまりそのこうなんていうの人前で丁寧めに喋ろうと思った時に関西弁を封印する癖があるのよあーなるほどなわかる関西弁やとちょっと汚くなる汚くはないけどちょっと失礼にも当たるかなっていう意味でこうなんか手まあでも混ざってるからもう中途半端やんだけど結局はだからあんまりこうなんていうのゴリゴリの関西弁で喋る癖がないああ、うん、だからお客さんにもめっちゃ言われてた関西なんですかみたいな多分表だからうまいんやろな東京の人っぽく喋るのが多分関西人の中にそういうのが一個曲げるとったらちょっと浮くやんまあそういう感じじゃん、はい、うん、なんかそのユーチューブとこうもなんかプライベート喋るときはゴリゴリ関西弁やけどこんな感じでうんそうやな、うん、なんかちょっとこう丁寧に喋ろうとすると崩れてくるって感じですかねはい、もうちょっと足すな藤峰子どういうことなんで藤峰子の話なってんの優しい口調っていうのもあるって歌動画あー確かにどうこんな感じですけどもっと入れるんですよちょっとないやここに粉が固まってて分からへんねんな結局変わるっていうあと、ちょっと今さっきもね、また同じコメントくれた人で、最近ブータローやらなくなったって見るんだけど、でもね、ゆうちゃろうの回、ブータローの回って結構あるよな。うん。そう、だから、ぜひ、ブータローが料理してる回もあるので、そちらも見ていただけたらと思います。まあ、興味ないかもしれないけど。暑いんかな？暑くない？なんかすごい、なんか、空気が薄いっていうか。空気薄いいいかなこれでなんかいつも水っぽいからこれぐらいにしとこうかたぶん量的にはこれがベストのはずやねんけどな山芋も入ってるしじゃあそうしよう、うん、なんか変に水分入れたらまずくなりそうなあこの今の状態でこれやったら多分もうちょっと経ったら水分出てくるからやめとこうてかそこに山芋が溜まってたはぁびっくりしたオッケーオッケーいいよいいよ水いらんもんあ気持ち悪いこれ絶対水いらんわち
完成。はい。で、あれやな、シーフードちょっと入れて。あと焼きそばにもシーフード入れるから。焼きそば用の具材のところにも。ごめんなさいね、私は今、ホットプレートの用意をしております。これ何のやつ？それスイッチ。絶対食べられへん。自信しかない。前の配信の時、鍋の時もそんなん言ってさ、あれからおかわりして、うどんやらない。だって、ほら、焼きそばもこんなんね。焼いたら少なくなるからな。ね、うん。だお好みでさ、調整しよう。お好みでいけそうやったら焼きそばやけど、無理やったら明日にしよう。うん。焼きそばは。焼きそばは明日にするの？うん。これはだってどうしようもないから。焼いてしまったら冷凍できるんだって。あ、焼いてしまう？まあ、うん、どっちもいいけど。OK。はい。ってことで、できました。ほぼブートロを混ぜただけのお好み焼きと、焼きそばと。これを食べます。うえちゃん何食べてるのって、あのね、何食べてるわ。バウンドケーキ、チョコバウンドケーキとオペラを飲んだんですけど、なんかこう血糖値が上がってんのかもしれない。てか部屋が暑かった今。絶対そのせい。ムンムンしてない。そう、うん、そんなに感じひんけど。でも大丈夫です、ご心配おかけしてます。大丈夫です。オッケー。向こうに材料持ってくか。みんな放置されるって誰もおらんかった画面から。え、じゃあ先お好み焼きする？先お好み。はい。あ、いいかならしいです。いやー、明日からブー太郎です。ブー太郎さん、胃の具合悪そうですね。え、本当？なんで？なんでその顔色悪い？めっちゃ太ったよ、ブー太郎もう。あ、今もう火ついてんねや。はい、オッケーオッケー。じゃあ油引きます。はい。ちなみにシゲキックスも食べました。多分食いすぎたんじゃない？空腹で食ったから余計に。そんなことないか。あれ、アルコール入ってないよ、チョコレート、あのフラペチーノのやつ。ああ、そうです、入ってないよな。はい。あ、めっちゃちょうどいい生地。なんかさ、まだ減らなくなった、うん、あ、減ら、2個出してみて。あ、持ってる。2個ある。うん、コップちょうだい。はい、氷入れて。どうしたん、ブーちゃん、こんな笑顔で。ね、ソース出てるな。はい。お箸は？お箸は出てないです、まだ。あとはマヨネーズかな。マヨネーズなんだ。鰹節もいりますね。鰹節はどこでしょうか。あ、私が持っていくので。OK。はい。ブー太郎食べるだけ。おう、そういうことか。寒い？全然。下げていい？全然どうぞ。なんなら切ってもいいよ。いい？どうせあれやから。うん、切らせていただいていいですか？なんかあれかな？更年期かな？なんかこうホットフラッシュじゃないけど。あ、ごめん、でも本当にみんなめっちゃしんどいとかじゃないから心配、ごめんなさい。変なこと言わんかったよかったな。全然大丈夫なんで。なんかこう、ほてってる感じなだけなんで。すいません。なんかコメント欄盛り上がってるけど、あまりついていけてない。ごめんなさい。これ脱いでいいですか？エプロンくれた人ありがとう。あ、めっちゃ熱ない？熱い？エプロン。なんでこんな熱いんやろっていうぐらい熱いんだよ。サウナにいる気分。
そこまではいかんけど。じゃあ、お好み。ゆうきろうさん、標準語喋ってって来てるよ。え？喋れる？わー、なんかわからん。どうなんやろ。そうだよね、とかってことよ。てか喋ってたやん、今思ったけどね。そんなさ、しらじらしくさ、喋れるって言われたらなんか難しいんだけど。それで私たちさ、昔さ、その親友ちゃんと4人でよく遊んでた時期があるんですけど、もうその時も標準語のおねえよな。なんなのよとかさ。あれは標準語でもないよ。標準語やろ、関西弁ではなかったわよ。てかもうほんますもうこんこん今ちょっとおとなしめに再現してるけど、もうすごかったよな。うん、確かに。あの時そう。もうどっか外食とか行ってもなんかもう一個が二人いるみたいな。一個三やな。いやマジですごかったよな。確かに。ふざけないでとか言って。ブー太郎はさ、そだれさ、ちょっとこうおねえ感出るけど、ゆうちゃろうもそんなんやったからな。みんな想像できないでしょ。ゆうちゃろうの方がなんならすごいっていう。え、お箸だ。あ、出してないの。出してない、ごめん。どうするんすか。あれはサンプルとなる人がおったからな。ゆうちゃろうとかマジすごかったからな。でもただでさえ偉そうに喋り出すけどさ、あんたたちねえとかこれはこうでこうねえなとか言ってさ悟り開いとったよ、ゆうちゃろ、あの時面白いは周りに多かったんな、今の全くやからな。マジですごかったで、もう人目気にせずさ。あ、でもゆうちゃろって結構さ、外出たらなんかさ、キャラ変え出すねんな。なんかうまかったよな、家の中でこう、酒っぱとかしてた時はさ、もろ出んねんけど、うん、なんか人が結構イラストなんかちょっとまともぶるというか、そういうみんなそうじゃない？え、だってブータローももろ出てたよ、なんかも急に黙るえ、ちょ、どうしようと思って今この焼き具合が、あ、ブータローも豚肉最初に入れたっけ、入れへんかったっけ、分かれるよね、ブータローはこう、後派ひっくり返すから、今入れてよかった、最初に入れる人もいる。久しぶりすぎてさ、お好みが。確かに。ゆうちゃろうお好み焼き好きやもんな。お好み好きやな。でもお好み焼きもさ、もう本当にバカにならへんっていうか、なんかいろんなちょっとさ、お好み焼きと焼きそばだけでとどまれればいいけどさ、一品料理とかも頼むもんならさ、もう一気に5、6000円飛ぶじゃん。お好み焼き屋さん行ったらってこと？ああ、分からん。豚たちが異常？1枚1枚の焼きそばは絶対頼むんですよ、最低1枚1枚お好みで、プラス焼きそば大盛り、うん、で、あとなんか別で小物みたいなな、うん、何やったこれ、なんかパンがあったらパンも頼むし、パンはあんま頼まんけどな、ズリとか、そうやな、焼き皮とか、鶏皮ポン、鶏皮ポンとか食べるな、ホットプレートみたいっていうことで、危ないです、もう怖い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 、はい、ごめんごめん、はい、こうです、そう、もうこんな感じで怖かった今落とすとこやったな、うん、絶対落とす、うん、ブー太郎がひっくり返してるとこみたいだし、あ、じゃあ今日ブー太郎がひっくり返そう、じゃあブー太郎ちょっと取っといて、あ、ちか、なんか個人情報があるちょっと怖いわ、気をつけてな、うん、部屋汚いから、あ、かわいい今のゆうちゃろうのこのドアップショット、ブー太郎はブス、え、なんでこんな近づいた、え、え、ちかなんでこんな近づいた、え、ちか、え、みんな大丈夫、これついてきてる、なんかなんでこんな近づいた、なんかした、せめてさ、ブータローの顔じゃなくてユーチューブ近づいてる、なんでこんな近づいた、あ、そういうことや、あ、ちょっと待ってちょっと待ってよ、どうやってやる、需要ないねんから、ブータローのドラップだって、ほんとにびっくりした、え、こんなことできんねんな、できるみたい、びっくりしたね、初めて知った、あのカメラ遊びよ、ほんとに、っていうことで、じゃあ分かりました、ブータローがひっくり返すわ、でもごめん、面白いことできない、先に言うとこ、多分みんなさ、もうブータローが不器用でひっくり返すの失敗するとこを多分期待してるとは思うんですけど、今日はめちゃめちゃひっくり返しやすいから、そんなこと言うなよ、なんかブータローが技術あるのにさ、それがなんかなくてもできますみたいな、大丈夫、え、これフラグもしかして、大丈夫やか、こんなひっくり返しやすい記事でも失敗するのをちょっと求められてる、うん、じゃあブータローも今これヘキサゴンとかさ、今例えば何笑っていいと思うとかさ、古いな、ルイがで、あの出てたらちょっとここはひっくり返すけど、ごめん、ちょっと空気読まずにここはちょっとバラエティのブータロー捨てて普通にひっくり返させていただきます、あ、そう、え、またいで、何や何
最近さ、豚の方が顔小さく見えるって。あ怒った。え見せて見る。お好み焼きこれで大丈夫だからもう7だから。あ、オッケー、これです。え、料理配信っぽくない？っぽい。あ、ちょっと片手見て、これこうか。てか、そこに置いたら携帯で見るか、コメント。あー、そうする。またこの式見るか。みんな見えていいんじゃない。いや、みんなはな、意外とブータローたちの顔の方が好きやね。知らんけど、適当に言ったか今。こういうこと、これがいいな。なんか並んでてる。どっちがいいんでしょう。これはちょっとみんなのアンケート。なんか変じゃない。なんでさ、うん、そういう系って下手くそなんやろ。まあ、なんかほんまブータロのその感覚がわからなくてさ、うん、ブータロもこれ下手うまいと思ってないんだって。でもそれで良しとするやろ。もういいかって。あー、なるほどな、うん、そういうこと。なんか図画工作がなんか異様に乏しいような。ワンコがいないなって。ワンコいるよ、見えてないだけど。ブーちゃんあれ、みんな見たいって。よいしょ、かわいそう、今こんな時に呼ばれて。はい、ブーちゃんです。どうもー、ブーです。もうちょっと上の方がいいかな、アングル。暑いな。ブーちゃんも歯生えてる。暑いの。せめて銀鉄板近づくと余計暑い。ごめん、ちょっと、いじる。ひめちゃんもいるよね。ひめちゃんも普通の部屋に行くとするじゃん。ひめは学校嫌いやな、ほんま。あ、ふい。ほら。ひめですって、今年もよろしくお願いしますって。全然テンション上がってない、この子たち。あ、いいよ、ひっくり返して。あ、わかりました。ワンちゃんいますのでね。あ、今度はお好み焼きに。ちょっと待って。あ、意外とむずいやろ。難しい。だからブータローはもうこうなってちょっとめんどくさいから、もういいや。あ、これぐらい、これぐらいでちょうどいいかな。ごめんごめん。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん。あんま変わらんくらいさっきと。まあいいや、ここにコメント欄用意してます。はい、ありがとうございます。1個でいけると思う。え、むしろこれヘラ洗うのもったいないから1個でいけると思う。はぁ、なんでそんな困らせようなのブータロー。じゃあ行きます。はい、緊張の一瞬。あ、いけるよ、余裕だ。いけるよ、いけるよ。ホットケーキみたいなもんだって。ほらこんなことブータローにさせたら余裕だよね。ほら、え、ごめん、おもんなくて普通にひっくり返しちゃった。いいよ、ブータローもこういうの実はできんねんな。素晴らしい。もうこれ部屋いらんよ。ごめんね、面白くなくって。バラエティタレントとしては失敗けど、いつタレントになったんやろって感じだけど。確かに暑いな、ちょっとまだ開けるか。でもね、やっぱブータローだけじゃないよね。あ、ありがとうございます、皆さん、拍手を。ありがとうございます。無事、ヘラ1個でも。もうこれ多分生地がマジでやりやすかった。あの、ほんまにこれ多分ほとんどの人ができる。誰でもとは言わないけど、柔らかいやつやったら無理やんな。うん、柔らかかったら絶対2つ言うけど、これはマジで、あの素晴らしいぐらいやりやすかったです。ありがとうございます。親が持ってくれて。そこにあんで。え、あ、そうか、ごめんごめん、こっちにあんねん。えらい、お上手って、ありがとうございます。かっこいいよ、までいただきました。ありがとうございます。うまい、上手、焼くときのまとめ方が良かったのね。そういうことです。ゆうちゃろうのおかげ。え、違う違う、これ生地のおかげ。生地がめちゃめちゃやりやすいということで、うん、なんかで、これでしばらく焼くのまあ、はい、で、チーズ上からかけて、あ、中に入れるの忘れて。何、次中入れる。何を中にチーズ、どっちもいい、うん、あ、だから今回は普通に食べよう、うん、2枚目にチーズがいい。え、1枚目上からチーズまぶさない。あ、いいよ、別に。あの、普通のも食べたいなと思って。あ、じゃあ1枚だけまぶそう。うん、うん、よくあります。そうしましょう。はい、すごい、さすがとかめっちゃみんな褒めてくれる。嬉しい。いや、言わなかったよかった。簡単さ、なんかさ、絶対さ、この辺映ってんの邪魔って思われてるよな。いや、そりゃそうやって、うん、生活感あふれすぎやし、うん、このアングルおかしいから絶対。確かにいいですよ、もうブータローのチャンネルって感じ。ブータローとユーチャローのチャンネルって感じ。ソースはまだな。ソースはね、仕上がってからですよね。うん、
最後いいとこ持っていくのねって確かにさ、作らせたく作らせて自分がこうひっくり返しましたみたいなどやって感じでさ、めっちゃうざない。いいよ、ちょっとそれがね、なんか言おうと思ってんけどな。綺麗な形、本当に美味しそう。ゆうちゃんの伸ばし方が上手なんでしょうね。嬉しい、200人超えました。ありがとうございます。見てる？見てるから200人いるか。そうだろう。お待たせの2人かわいいとか嬉しい。出遅れた、今年も楽しみにしてます。ありがとうございます。言うこと聞かない子供2代だ。旦那に任せてきたしました。いいじゃん。でも旦那さんも素敵な人だね。あのちゃんと手伝ってくれて、いつもお疲れ様、お子育てありがとう、見に来てくれて。今年もよろしくお願いします。チーズいいでしょ、絶対美味しいと思う。旅行先は自信なかったですか？自信ありましたよね。うん、めっちゃ揺れました。もうちょっと焦りました。なんだろう、日本海側にいたので、それこそうんちょっと危険を感じたけど、ちょうどいたとこがな、奇跡的にだなんかまだ被害が少ないというか、こう何もなかったんで。そうだから旅館から電話が来ることもなく、離れにいたんで電話普通なんかかけてきて大丈夫ですかとかっていう一報があるんかなっていう感じだったけど、あ、そうなの。ちゃちゃちゃ、だけどなんか別にそんなこともないぐらい平気やったっていうことを言いながら、そういうことにとって書いたら嬉しい。はい、だけど本当に大きな地震だったじゃないですか。だからなんかすごいいろいろ考えさせられたというか、逆にみんなのとこ大丈夫やったのかな。そうですよ、皆さんも大丈夫でしたかね。中には本当すごい入れて怖かったっていう人もいたと思うんですけど、もう中にはさ、もう本当に今もすごい大変じゃないですか。だからもう被害に遭われた人は本当に心よりお見舞い申し上げますっていうね。なんかすごいツイッターとかもニュースとかでも見たんですよ、 YouTube も見たんですけど、なんかまあでもあんま喋らん方がいいかな。なんかすごいさ、もう本当に心痛い話をすごいいっぱい見て、なんかやっぱあれよな、リアルタイムで NHK とか見とってんすか、あの時、温泉とかで、必死やってるな、アナウンサー、そりゃそうでしょ。あれぐらいやっぱり真剣に伝えてくれるっていうのは好感度上がったけどね。ああ、やっぱそうなんや、いやだからもう本当に、やめとこう、あんまりこういう話はなんかしないでおきますけど、本当でも大丈夫でした。はい、だから本当にね、どうか早く復興したいのにな。難しいやろうなとも思うけど、なんかすごいどうなんよな、あの被災地のところにさ、みんなこう助けたいからって言って行くのっていうのは結構迷惑とかってなってるやん。あ、もうあの渋滞の原因になるみたいな、分かれる。だからなんか、でもこれも本当に賛否ですよね。もうほんまに募金ぐらいにしといた方がいいのかなみたいな。あの、あれの時がそうやったやん。911?311?311 ですね。311? はい。なんかこう、贈り物とかさ。そうだね、そういうのもあるから。まあ、難しい。良かれと思ってやってるから、すごいそのさ、気持ちとかは大事よ。その人も別に迷惑かけようと思ってやってるわけじゃないから。まあな。だけど、難しい、これは。なんかあんまり意見として述べるのが難しいですけど、一回火を見るか。でもブータラも募金ぐらいしかできんかったもんな。だからなんか、この件についてちょっと喋るのはなんかいろいろ考えちゃう。ソースかける。はい。このキャップだね、面白いんだよ。なんだろう、ほんまに。かけましょう。けど今皆さんこうね、見に来てくれる人は本当無事でよかった。だからもしかしたらさ、リスナーさんでさ、まだ舞踏の耳には入ってないけど、すごい大変やった人もいたんかなと思うと、ちょっとね、NO! なんとも言えないし、まあそう、まあ別に舞踏の人たちもリスナーじゃなくてもですけど、いやー、やめよう、この話はなんかしたいけど、なんかちょっとあんま配信するのもどうかなと思うので、これぐらいにしてきます。でも心配おかけしました、ありがとうございますね。え、揺れた人結構いましたよね。これね、ソースはオタクじゃないんですよ、今回。この激辛スパイスソース、豚たち辛いのが大好きなので、ね。これでした。これ初めて買うよね。多分。めっちゃめっちゃ辛い。
覚祭神たっぷりっていうのがあって楽しみです。はい、で、マヨネーズ豚をかけてあげる。はい、お願いします。お願いですか、はい、お願いですか、お願いよろしいです、お願いしですか、はい、わかりました。以上、豚の綺麗な、おー、綺麗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 、あ、豚が汚い今豚が汚い、気づいた、うん、気づいた。これでどう、お好み焼きじゃない、素晴らしい。で、切るで、赤つぶしたらいいですか、赤つぶしてよ、切る、赤つぶしたけどああ、もう最高、関西言うとお好み焼きですね、本当に。その後がまた食欲出てくるって。私は阪神大震災の時は神戸の実家に行って朝方かな、寝返りをした途端、あの大きな地震で私の足と足のところにテレビが落ちてきて、もう少し遅ければ今現在は行ってないですねって。うわぁ、ほんとこういうのってもう本当に運命っていうかな、運命って言葉でもなんかちょっと違うんですけど、本当にね、良かったです、無事行ってて。でも言うからもさ、危なかったんですよね、鍵が。阪神淡路大震災の時は棚が、タンスが落ちてくる寸前でなんとか助かったんでしょ。あ、こうお母さんとかが必死にこうさ、あ、それが追いかぶさっとった、そう、守ってくれてて、お父ちゃんした時になっとった。いや怖い、見てる、その時力あるから自分で押し込む強いな、自力で入って入り上がってきた怖すぎ、どんだけ生命力が強いと思われ。いや、うん、地震だけはすごいよな、怖いよな、うん、怖いよ、本当に皆さん、そうなのな、自分らでは、うん、自然災害は怖い。だからそのさ、地震も怖いねんけど、その二次災害も怖いね。だから今回もさ、あの火事とか、あの土砂崩れとかもで結構すごいね、被害あってるし、まあ、津波もあったしさ、だからもう今後も南海トラフも騒いでるやん。騒いでるな。と都市、首都、首都直下型とか。ああ。なんかいろいろ富士山噴火とかさ。こればっかりはなんかもう予想できないからね。まあ年後の話。ごめん、自分が拾ったな。うん。でもとりあえず本当に。いただきましょうか。いただきましょう。とりあえずいただきましょうか。うん、じゃあいただきまーす。いただきまーす。こっちじゃんあったっけ。ああ、いいよいいよ。み、あ、うん、ありがとう。はい、ありがとう。うまそう。いただき。こっちじゃん。いただきます。どう、欲しい、うまい、うまい、うん、ブタロが作ったって言ってかったけど、今日はさすがに無理や、無理がある何もしてない。いや、これありやと思う。山芋、山芋あり、あり、山芋が、そう、今日めっちゃ買うか迷ったんよ。まあ、山芋たっぷりってもう粉に書いてあるから、うん、山芋とか長芋か、うん、長芋いらないんじゃないか説。熱いうちに食べてね、ありがとうございます。うまい。まずは普通の方からいただきたいと思います。いただきます。めっちゃうまい。なんかご飯食べてる時ってほんま幸せよな。うん、なんか最近さ、発言がデブになるけど。ブルトロのセリフやねんけどな。めっちゃうまい。めっちゃうまい。あ、いいわやっぱ。これありじゃない？芋があるとね、すっごいとろ、なんていうの？とろつくな。あの、そう。粘つくよな。粘つく。で、粉っぽさがなくなる。確かに。うん。で、ほんまは水 300cc やったよ、あの粉に対して。うん。だからあんだけ量入れたし、キャベツもクソ多かったから200にしたよ。うん。うん、それがどれを買ってもらうやな。うん。さすが紙分量。うまい。幸せ。ああ。
めっちゃうまい、うん、本当にありがとうやな、食べたいわ食べたいな、みんなめっちゃどうやもうみんなも今ゴールデンタイムですけど、本当に忙しい時間に申し訳ないんですけど、うん、みんなも何か食べたんかな。でもさ、ブータロが一回覚えてる、そう、ゆうちゃろさんがブータロみたいなこと言ってるって今コメント見えたんですけど、ブータロがさ、今よりもっと手拭き、74キロとかあった時に、なんかこのさ、前まではあんまりやったけど、こうお寿司のトロとかさ、こう脂身が多いものを食べると、なんかすっごい幸せを感じるっていう時にすっごいバカにされたわけ。うん。やばいやんみたいな発言マジデブやんみたいな。だから今ゆうちゃろがそれ言ってます。わかるやろ、うん、なんか脂身食べると幸せみたいなさ。いや脂身食べると幸せも大事なんけど、うん、まだ、うん、ただご飯食べてる時が幸せあ、でちょっと記念日の話に戻ると、昨日記念日やったじゃないですか、うん、ね、まあ、旅行でもまあまあめっちゃうまいいっぱい食べたんですが、ゆうちゃろさんがカニを食べたいということで昨日は、カニ道楽に行ってきたんですね。行ってきた。ね、こうやってなんかみんな意見どう思うかなってちょっと面白い、まあまあ、あえて言っちゃうんですけど、うん、多分お店の人とかってコースで頼んでほしいと思うわけ、うんうんうん、多分な。もういつもコースで頼んでたんですけど、今回ちょっと単品で攻めたんですよね。うん、カニすき、カニすきと焼きガニとスガニとカニ酢、うんうんうん、あとカニの釜飯、うん、あとなんかもう一個頼まんかったっけ。カニ酢、焼きガニ、そんなもんか。うん、釜飯ぐらいあとうどん平打ち一人前ずつやろ。平打ちと普通のうどんと、なんか締めでブータロたちって結構もつ鍋とか言ってもさやねんけど、普通さ締めってうどんか雑炊とかどっちかやと思うんだけど、ブータロたちってもう両方食べたいから両方食べよう、うん、それも珍しいと思うんやん。で今回うどんありますかって聞いたら、平打ちと普通のうどんとあるんですけどどっちがいいですかって言われて、それも決めないくて、どっちもの良さがあるやん、全然違うやん同じうどんでも。だから両方でとか言ってあ、じゃあ両方一人前ずつくださいとか、はい、両方食ってしまいました私。めちゃめちゃ食ったよ、うん、じゃあなんかその事前に話をしてた時に、うん、絶対あのなんか年に1回ぐらいしか行かへんじゃん、カニ道楽って。ほんまになんかこういう時こぞという時にしか、うん、なんかしかもそれも一昨年ぐらいから行き始めたっけ、うん、あの城崎のカニにハマってから、うん、でここぞという時にしか行かへんから、あんま記憶が2人とも曖昧で、確か行ってもあんまりお腹いっぱいにならんかったよな、やけど高いよなみたいな印象やって。だけど昨日はさすがにめちゃめちゃお腹いっぱいやったな。お腹いっぱいやった、いっぱい食べたから。ふわふわ感なさそうって見えてるけど、見て見ても分かんないか、めっちゃふわふわやな。うん、すっごいふわふわよ、うん、から結構邪道な頼み方やったんかなと思って、この単品で行くのって、みんなは大体コースで行くんかなっていうのを聞きたかったっていう。あ、久々にリアタイありがとうございます。カニ道楽行きたいっしょ。カニ本家って行ったことないの。うん、カニ食べてるときって無口になる、なるやるよ、ほじほじする。そう、夢中に食べてるから話す間がない、わかる。めんどくさいね、カニ。それはわかる。カニ道楽しばらく行ってない。まあね、そんな頻繁に行く店でもないもんね。うん、なんかここっていう時にしか行けへんよな、うん、ブータユータおめでとうってありがとうございます新しい名前の呼び方の人やな、ブータユータありがとう。木の崎去年だっけ、おととしか。木の崎おととしやね、うん、記念日だからね、こことそばかり。そうですね、カニ道楽高いよ、ほんと高かったですね。うん、もうまあカニやからさ、
それぐらいなのかなって思ったけど、それだけ食べるならコースかなって。やっぱそうだよね、普通はみんなコースなんだろうなと思って。でもさ、コースあるあるなんだけど、このこれいらんけどこっちが欲しいんですけどみたいな、ない？確かに、なんか豚たちがその食べたいものたちのコースがなかったんですよ。焼きガニついてると思ったら、それこそなんていうの、釜飯はついてこないとかさ、うん、なんかこう絶妙で、やったらもう食べたいの好きなだけ頼もうってなってな、うん、そう。あ、でもいたいたいた、そう、そのほら同じ仲間いた。コースだといらんもの出てくるから単品になる。そうね、それな、その考え。昔だけど、なんていうのこれ、マジンガニ最高でした。城崎かな、よく家族旅行行きましたもんね。カニ道楽近くにあるけど横を通るだけ。そうだよね、そんな滅多にかって気軽に寄れる店じゃないもんね。うん、そもそも自分たちも行かへんかったもんな、うん、ブータルはそこまでカニがその時は、うん、そうそうそう、まだなんか面倒くさいか買ってな、うん、美味しいけど面倒くさいか買ってからいいやなって出た時期やったもんね、うん、それこそ高いし。そうやな、うん、だったら他のメッセージいっぱい食べたみたいな、うん、だけどその味を一回知ってしまった、うん、めんどくささもそこまでめんどくさくないからさ、うん、本当そこまで言うんだかな。やっぱりカニの王様はタラバガニですね。まだでもさ、あんまそのカニの種類の見分けが、見分けっていうか味の違いは分かってないんやけど、ケガニもあんま食べたことないやん。確かに。ゆうちゃん、ぶーちゃん、おめでとうって。ありがとうございます。そうでしょ、コースに入ってないのあるあるでしょ。そうなんですよ。そう、10周年記念だから特別。カニ道楽って店舗によって違うの？どうなんでしょう、ほぼ一緒なんじゃない？でもたまに違うのもあるのかな、この地域限定の特別メニューとか。なんか大阪は食べ放題がある店舗があるとかって聞いたことある。へー、そうなの、聞いたことない。この間言ってた。ああ、なんか言ってたな。うん、ほんまなあれ、いっぱい面白い。もう全部拾いたいコメント、ごめんなさい。ちょっとあ、タイザって読むねんて、マジンガニとか言ったそうそう、あるあるでしょう。毎年食べきれないぐらいのカニの近所の人からもらえるから近かったら押すと、え、すごいね、いいな。うん、でもさ、これはもう贅沢な、あ、でもさ、贅沢やけどちょっとさ、あるあるなのはさ、うん、やっぱ近いからこそさ、うん、こういっぱいもらえるからこそちょっともう飽き飽きしてくる、このなんて贅沢とは分かってても、うん、っていうなんかあるよ。あるあるある、うん、あるな。北海道の人もよく言うやん、海鮮がさ、もう当たり前のように出てくるけど、こう北海道離れてやっと気づいたみたいなさ、あ、どんだけ幸せな環境にいたのかみたいなっていうのはあるやろね、絶対。やっぱこう、でもいいな、10年のお祝い。そうなんですよ、年一度田舎に帰った時に、なんていうのこれ、京港棚卸し芝、絶対違う、もうやめとこう、境内大東卸市場に行って書いてあります。今度は3月に行く予定です。絶対読み方違う。いいですね、3月楽しんでいっぱい堪能して来てください。嬉しい、お二人が生きる活力。マジで、でもこれがさ、もう本当に結構いてくれてて嬉しいんだよね、本当に。それがなんかそういうことを言ってくれる人がいるから、こう更新を頑張れてるとこもある。うんね、初コメだって。カニは北海道の毛ガニが一番美味しいですよ。初コメありがとう。毛ガニ、ゆうちらも毛ガニが好きなもんな、うん、日本海で水揚げされた鮮度抜群のカニを私が住んでる漁師町にいつかお二人で食べに来てくださいねって。来たー、毛ガニの味噌最高ですよって。さよな。行きたい、ぜひその機会が来たら。うん、カニはな、毛ガニ、みんな毛ガニ興奮してる、毛ガニ最高ですみたいな、毛ガニもう毛ガニ最高だってみんな、もう顔がすごい。毛ガニ好きな人割と多いよな、うん、境みたいなとこ。次焼かないのってきた、意外と。ごめんなさい、ちょっと中身食べるのに集中するわ、ついついね。
ょっと久々のライブ配信でゆうぶうクッキー無限、ちょっとみんなのコメントが嬉しくて全部拾いたくなっちゃうんですけど、ちょっとごめんなさい。またこっからあの解答じゃなく不平等タイム入ります。ちょっと目に見えたコメントだけ拾うようになっちゃうけど許してください。おいしい。うまいもん、うん、幸せだわ。でさ、何回も話そうとしたら戻ってる旅行話なんかない？量が多かったよな、ご飯の。ああめっちゃめっちゃ贅沢すぎたでしょ、うん、インスタグラムに旅行の時の2日間の晩ご飯は載させていただいたんですけど、載せさせていただいたんですけど、もう贅沢すぎた本当に。もう2日の途中でもう食べられへんって分かったから、もうあげてんの、うん、旅館の人に、うん、もうみんなで食べてください、うん、焼く前にな、うん、あの写真プラスしゃぶしゃぶがあったんですけど、タイしゃぶブリしゃぶ、そこにカニしゃぶもあって、あ、カニしゃぶは何か、その日は、うん、でももう一個なかった、肉じゃん、肉以外に肉と、肉2つあったやろ、鍋用の肉とサイコロステーキ用の肉、そうそうそう、でもその肉用のしゃぶしゃぶとサイコロステーキはもう無理やなってなって持ってきてもらう前に、そういう提案をさせてもらって、で、水いらんの飲まへんの、あ、また飲みたい、うん、何やったっけ、何喋ろうと思ったの、あ、お風呂一緒に入ったって、入りました、だけどこれといったことは別にね、うん、すっごいお湯が熱かったな、あ、なんかすっごい熱くなったな、熱かったっけ、うん、お腹痛かったからあんまよく分からへんかったな、なんか、あ、やっぱカニ合ってないみたいな、別にカニ食べるとお腹壊すねんな、昨日も壊したもんな、うん、旅行の日も壊したら、でも食べたいねって、うん、なんか犠牲やん、それってお腹痛くなる、うん、自己犠牲やん、うん、けど、うん、その犠牲よりも食べたいが勝つ、うん、まだそれがもうちょっと犠牲がひどくなってくると、やれやれ考えてやめようかなみたいな、あー、そうだね、あったあった、なんか旅行エピソードあったっけ、旅行エピソード、うん、なんかどこの動画撮ってたやつあげんねや、うん、なんかすごいみんな自分勝手って感じだった、え、うちの家族、そう、うん、例えばあれ、これ撮ってとかね、うん、結構そんな声が聞こえてきたような気がする、そんなことなかった、分からん、どこまで撮ってるのか分からんから、あれだから、なんか編集してて、なんかでも家族のさ、うん、食べてるシーンはほぼカットしかなと思ってるから、うん、うん、お見せすることはないけど、まあそれはしょうがないじゃないと、おばあちゃんおじいちゃんはだってさ
あちこちこの好きにこう、たったりできへんから、うん、それは、うん、取ってとかになるのはさ、あ、でもその話で言うと、もうおじいちゃんおばあちゃんにもすごい本当もう、あの、ゆうちゃん一族にはマジで感謝なんですけど、あのさ、浮気しちゃってとったろ、つまり旅行中。そうなの、うん、なんか、もう旅館のその泊まったお部屋っていうのがもう本当なんていうの、一軒家っていうかもう別荘みたいな感じの場所で、うん、なんかよくあるのはこうさ、部屋がこういっぱいあってこうさ、何丸号室とかっていうのが普通じゃないですか。もう今回泊まったとこもそういう部屋もあるんですけど、自分たちが泊まったとこはもう本当一個のなんかね、一軒家、2階建ての一軒家、土地家みたいなとこにこう泊まらせていただいたんで、うん、家であのご飯食べるとことかお風呂入るとこがちょっと別館やったわけ、うん、でその移動するときにそのおばあちゃんは車椅子引かないといけないし、おじいちゃんももう足腰が弱いから、こうよりによってさ、こう渡された履くものがこう下駄みたいなやつだって、うんうんうん、おじいちゃんも普通の自分の靴履けばいいんだけど、なんかこう下駄を履こうとするから、もうクタンコトンみたいな、こうなんかもうよりさ、普通の靴でもこうヨタヨタ歩くのに、もうこんな危ない靴履くからさ、もう自分たちはこうさ支えながら歩いとったんよ。でブクロがあのおじいちゃんの手を一緒にこうさ持つことが多くて、もう普通にさ手握ってとか、まあ、支えてさ添えて歩いたいのに、一回さ何をなんかこうわからない、なんかどうなってそうだったかわかんないけど、恋人つなぎになっておじいちゃんと恋人つなぎしたりとか、貝殻ってこと？え？貝殻つなぎってこと？うん、貝殻つなぎ、そう、こうやってちょっとドキドキした、なんでおじいちゃんと恋人つなぎした歩いてるからなんなんのこれみたいな、で、一人でなんかちょっとドキドキしちゃって、おじいちゃんは何も意識してなかったけど、そりゃそうよそういう意味の浮気、可愛いだろ。でさ、なんかこう1日目お風呂、まあそれは男子女子別々やんか。で帰ってきた時に、なんかやっぱおばあちゃんって結構 クールめなんよ。なんかどっちかって、おじいちゃんはもうずっとこんにちはって感じで愛想よくしてくれんねんけど、おばあちゃんどっちかっていうとさ、クールめで心許した人にしかそんなに愛想を振り向かへんって感じやから、ブートローが一番さ心許してもらえてないわけ、そのメンバーの中では、うん、だからあんまりこう目合わせてくれることとかさ、なんていうの、こう愛想は振りまいてくれへんやんか基本的には。だけどこう一回喋りかけてくれた時に、お兄ちゃんなんかめっちゃ痩せたね、うん、でそうなんですよとかって言っとったらさ、なんかすごい温泉でマミーとさ、うん、おばあちゃんとこう後裏であの子病気かみたいな裏では言われてたブータンの前ではこうなんか痩せたねみたいな、なんかこう綺麗に言ってくれてたけど、マミーにすぐバラされてた、なんか病気か疑われてたで、マジで、あの、いや、あなたも聞いてたよ。いや聞いてない。そう、素晴らしい、マジで面白いなと思って、正直でそういうとこがやっぱゆうちゃろうの心を引いてんやろうな。失礼よ、でも優しいよな、うん、言って片付けていいものかどうか、うん、すごいよ、うん、ゆうちゃろめっちゃもうあれやな、人生ゲームしましたかっていうコメントあったと思うんですけど、あの人生ゲームやったんですけど、ゆうちゃろと妹はやってません。そうやな、うん、2人やってたな、2人やった、マミーとどんなんやでな、状況またすごいよ、それ忘れる、2回戦したかな、2回目やった、うん、マジで、なんかボードゲーム用の人生ゲームスタイルと、その、うん、ほんまにそのスイッチ用のなんか2種類あるね、人生ゲームのルールが、あ、スイッチ専用、ほう、よく巷で売ってるさ、うん、ボードゲーム用の、うん、でも顔面にできるっていう、おー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 おおパターンだって、それが2人でやりました。でその後マリオは4人でやったな、
あ、マリオ自分できてない。え、やってなかったっけ。うん、結局。うん、え、そうだ、やってない。え、やってない、やってない。やったっけ、うん、見てただけ、見てただけっていうレベルで、もうみんなさ、お世話にしちゃうかも。はい、うん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 、あ、忘れた、チーズも入れた、入れてみた、うん、中に閉じ込めれるのか。いやそれはちょっと無理しいかも。しっかり閉じ込めてっていう振り方をしてないからさ、まんべんなくいっちゃってるから。チーズ大量かけいきたいと思います。残ってないか、うん、これどういう豚肉していってもらって、ね、手でかせていただきます。うん、手で。何時間経ったんやろ、もうそろそろ終わりか。みんなもう疲れたっしょ。今まで1時間20分もやってるもんな。あ、結構やってんの。みんなもう見飽きたんじゃない。すごい、うちは26年目のゲイカップルだって。え、すごい、もうすぐ50歳ってことは24歳から。大先輩やな。うん、え、似てる。だってブータローが25ぐらいの時に付き合ってるから、ブータローが20、それこそさ6年ぐらい経ったら50歳やから、あと14年したら、うん、何年、16年経ったら今のはこの方ってことだ。思うよ。どうですか。めっちゃ気になるな。うん、今も仲いいんかな。でかって、ね、でかいよね。こんばんは、今から拝見ありがとうございます。今来てくれた人も、ふーちゃんお腹大丈夫って、意外と食べれてしまってる。大丈夫じゃないって言いたいけど、意外とまだ平気っていう。ありがとう、心配。あ、あのね、いっちゃん大丈夫だったっぽいよ。なんかこけたって話ね、なんか書いてたよね。なんか、たぶん大丈夫だと思う。うん、全然飽きてないよ。二人の大先輩すぎる。うん。26年そのカップすごいよね。うん。どんな感じなんだろう。変わらずなのか、結構いろいろあったのかとか。まあ、いろいろあるわな、それ。まあね。何もないわけがないもんな。うん。気持ちの変化とかさ。あ、うわ、やってもうかな。これ片一個でひっくり返して無理やん。いけるのか。失敗した。少し怪我していますが仕事に行ってます。あ、怪我したんやね。仕事行けてるんだったら、だったら大丈夫なのかな。ねえ、大先輩だね。見てるだけでお腹いっぱいでしょ。めっちゃ食べる人だ、私。フライ返しもう一個いる。正解、今持ってきました。ブタロックもあったらあるだけ食べれそうに。確かに、食べちゃう。え、ライブ初参加の人もいっぱいいるんだろうね、今日。多分コメントくれてる人だけじゃないやん、多分。うん、ありがとうございます。うわ、ケータ、油まみれやな。最悪、うん。まあいいや。え、どこに置いてるの、ケータ。ここに置いてる。あ、これ、ケータです。そうです。どこ探してた。今日の我が家はおでんでした。いいね。おでん作りたくない。あ、おでんな、いいやん、おでん。自分もなんか最近おでんちょっと食べようかなっていう気になってきて、うん、かき氷屋さんでおでん食べたから、うん、でおでんしよう。もう食べ過ぎの嫌いやったから。食べ過ぎ、ああ、うん、食べ過ぎな。そう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 、めっちゃもう食べ過ぎて嫌いになってて、うんうん、それが最近ようやく打ち解けてきたというか。
23でやって24で付き合って何事もなくいつも一緒だって。え、すごい。一緒やって何事もなくいつもいつも一緒ってことはさ、仕事もまさか一緒だったらすごくない？そうなの。さすがに仕事は別かな。50歳のゆうちゃろぶーたろみたいになって私もうつれつれマジでみんな元気でいて、50歳のぶーたろとゆうちゃろになってもいつまでもね。うん、嬉しいって。でっかいお好み焼きやなって。大丈夫かな。どうだろうね。失敗するかも。でもそれこそ正月といえば、その旅行終わった後に実はトミー、いっちゃん、お兄とも会ってるんで、ほんとそれもちょっとした動画撮ってるんで、あのね、この間それこそ再会動画上がったと思うんですけど、もうそっからこの年明けるまでに何回か会ってて、うん、動画も何個か撮ってるんですけど、その何個か撮ってる前にちょっと正月のやつを先で上げると思うんで、それもね、プチ楽しみにしといてもらえれば。そんな撮れ高はあれなんないかもしれないですけど。うわ、あ、やろうか、ぶーたろか。いいんだよな。もう一回できる。マジで、うん、今日だったらいける。いや、やりやすいように。いいよいいよいいよ、そんな。もう一回うまい。どうしようか。やるわ。任せて。はい、うん、どうぞ。事故のないように。こういうのは、場所怖いわ。こういうのはさ、やっぱり感覚がある。こうやって、こう、まずは状態を見る。全体をこう、ああこういう感じねっていうのが分かれば、で、これみんなこうやりがちやん。うん、これでっかい時やっちゃいけないんですよ。なんでかっていうと、半分に割れるから。うん、だから片方にちょっとこう、比重を置いて、お、すごいよ。こうなんですよ。ちょっと失敗したけど。でも、うまいよ。そんな綺麗にいくと思うかと。わかる？やるな。そうだよ。こういったらあかんねん。こう、でっかいの。ショータイム。あ、ごめん。またバラエティタレントした。ダメですね。もっと面白い。ぐちゃーってならなあかんかったけど。いや、素晴らしい、素晴らしい。普通にやっちゃいました。ごめんなさい。できちゃうんですよね。ちょっと待って。ちょっと一回ここでやるのかな。すいません。すご。ようできたな。うん、こういうの意外とできるんですよ。うん、とか言って次やったら失敗した。ありがとう、みんな拍手。あんまシーフード感なかったな。うん、もっと入れてもいいかもね。かも。うん、めっちゃすごい。やっぱね、お見事。やるね、上手。ありがとう、みんな研究。失敗すると思ったでしょ。二人とも沖縄出身で大工してますよって。現場は違うけど仕事も一緒。大工の親方。ん？どこ ?26 年。あ、ほんとだ。え、沖縄出身なんや。え、でもいいね。現場は違うんだ。でも仕事、え、すごいね。大工で。夢あるね。うん。素晴らしい。じゃあ、ブータローたちも実は一緒の仕事で、もしかしたら知ってくれるかもしれないですけど、全く大工とかではないんですけど、うん。ほぼ24時間一緒です。この環境も当たり前ではないので、今はね、あるうち楽しみたいなと思いますけども。いつか沖縄行った時に取材行きたいな。すごいな。なんかこう、いろんな話を聞いてみたい。やっぱコメントやって難しいじゃん。いっぱい聞きたいことあるけどさ。いっぱい聞きすぎても多分コメント打つの大変やと思うから。でも、また近況とかなんか教えてほしいよね。いろいろ。また遊びに来てくださいね。これを機会に。前から遊びに行ってくれてるのかな。奥の子はブーちゃんかなって。そう見える？ブー、あのソファーに座ってるのがブーなんで、多分そうですね、多分チラッと見えたんだとしたらブーだと思います。あの姫は今ヨギ坊で寝てるんで。どんな意味やねん。ヨギ坊じゃないらしいで。ヨギ坊らしい。え、ヨギ坊なの？うん、ヨギ坊。ヨギ坊。うん、ヨギ坊じゃないねんて。ヨギ坊。ヨギ坊。へえ。らしいで。え、どっちやったっけ。分からん。え、確かそれだよ。ヨギ坊じゃないらしい。そうなの。うん、なんか発音が。ご飯食べたけど美味しそう。お腹減ってきたって。わかるわ。なんかさ、お腹いっぱいの時間ってそんなに長く持たへんよね。相当食べないと。ああ、確かにな。それもそうよ。うん、立ってるだけだったら見てくれ。くにあげちゃん。あ、ごめんなさい。何も出た。
その量食べられるのすごいよ。ほんと。マジで今日な。うん。あ、ちょっとネタバレしてる。UFO キャッチャー。はい。ユースガ君に褒められるとさらに嬉しすぎるね。そうだね。ユースガはいつもけなすから。ごめんなさい。ああ。今日もさ、何やったっけ。なんかでブスって言われたよな。なんかでブスっていつもブスって言ってるじゃん。確かに。なんかで、ね、こう素直に認めたら否定しろよって言われたら何だっけ。否定しろよ。てかなんか言い合いしとって、うん、最後にブスとかって言ったら、うん？とかでなんかそこにも反応してくるみたいな感じのやつ。そうそう、そんな感じのやつ。ブスって言われたら否定できないみたいな。そうそうそう。びっくり、すごいね。楽しみです。ラブラブ見たい。10周10年記念に。ラブラブか。だけどブータロがこう、あの今あのさ、10周年ではないんですけども、2、3年前にあのさよならの前に、2年前からもう、うん、3年は経ってないと思うんですけど、この MVP のを撮った時にさ、まだ実はあれ、あの番外編っていうか、アザーカットドライブ編と喧嘩してるシーンとか料理シーンの3タイプの動画を上げてるんですけど、一番面白みのあるお風呂シーンと夜のなんかイチャイチャしてるシーン、あそこの公開をまだしてないんですよ。あ、そうなん。もうお風呂は置いといて、その夜のやつってなんかちょっとこうさ、ブータロが無理やりこのキスシーンとかを撮りたいとか言って、ユースラがすっごいふざけてるやつがあるのよ。うん。あれはある意味、神回かも、ある意味な。そうなの、なんかすっごいもう、ユータロの素が見えるし、ブータロはめっちゃ怒ってるし、みたいな。もうちゃんとして、みたいな。なんか全然、なんかラブラブとはちょっと違うけど、うん、なんかこう、リアルな、なんていうの、イチャイチャ作りをしてるカップルっていうか。ああ、なるほど。なんでこれか。あ、そこごめん、わからん。なんか認識やった。なんかその動画は、ちょっと2024年の間に、めっちゃダメ。アップしたいと思ってるんで。なんか、はい、完成。はい、楽しみにしといてもらえたらなと、思います。はい、ありがとう。あれ、なんだよ、直したもしかして。あ、あったあったあった。いつ上がるか分かんないけどね。上からチーズかける。もういいよか。まあいつ上がるか分かんないけどね。でも賛否も分かれるかも。ブータローが必死すぎて。えそんなに。なんかもう作り物なんかさ、あの MV とかすごいだと思うで。だからああやって見たらなんか普通に注意してるだけなんかなと思うけどさ、裏側こんなんけどと思ったらちょっとみんなさ、萎えるというか。マジでこんな感じで撮ってんのみたいな。まあでもある意味面白いかなと思う。だからいつも、いつも今多分コミュニティレジェンドのほとんどは受け入れてくれると思うけど、初見さんで見たらちょっと抵抗あるかもな。大丈夫このカップルみたいな。ああ、うん、ほんまに好き同士なのみたいな。無理やりこんなんさせんなよとかも言われそう。まあそれも思い出の一つですから。お風呂シーンはまだね、どんなんやったか思い出せないぐらい見返してないんですけど、夜のそのベッドで撮ってるシーンはさ、この間ちょっとチラッと見て一人で見えんねやったけど。キモすぎ。あ、かつお節まだいる。かつお節もいいかな。いい、うん、どっちもいいな。あった方がなんかこうさ、ソースが染みへん。あ、そう。なんか、かつお節が。あ、かつお節がソースを吸って。そう。ってことか。気の部屋で吸っていいのかな。目の前にね、皆さんがどんな反応してくれてるのかっていうの見れないんですけども。めっちゃ揺れる。でも大丈夫だよ。カメラは今日揺れへんから。あ、ほんまや。みたいな楽しみって書いて。あ、お疲れいっちゃん。お疲れ様。ごめんなさいね、あの知らない人からしたらごめんなさい。さっきからなんかいっちゃんって誰やねんと思って人いるかもしれないけど、うちのマミーです。
トミーが父です。そうです。ね、ちょっと中にはさ、もうなんかね、そうだなと思った人もいたら申し訳ないけど、うち家族公認のよくコメントも書いてくれる優しい親なんでね、温かく見守っていただけたら嬉しいです。ちょっとした、まあ、これからね、動画もちょっと賛否あるかもしんないけど、よく出てくるかもしんないしね。よく出てくるかもしんないってそう、嫌な人もいるかもしんないけど、いたら申し訳ないけど、なんか心よく受け入れてくれたら嬉しいなと思う。あ、青のりかけないのって来てる。あのね、ないんですよ。なかったっけ。そう、うち青のり、青のりないみたいです。あったらかけてるんですよ。なあ、風味が豊かになるもんな。はい、色合いもね、確かに通りに見えるというか。まだこれ、あの、あれよ、これって最後じゃないからね。まだこれがあるからね、あの、焼きそば。あんた無理やろ、てか。どうやろ、いけるかな。無理やと思う。焼きそばやったら別だなって感じせへん。まあ、自分は無理やと思う。あ、ほんまに。いや、わからんね。今の気持ちやったらいける気はしてるけど、多分これを耐えられたら無理なんやろなって気がしてる。ブータロも。うん。あ、そう。わからん。まあ、とりあえず食べましょう。うん、え、どうする、みんなこれまだ付き合ってもらえるのかしら。付き合ってもらえるのかしらとか言って、え、大丈夫ってか、あんたはもうやめる、やめた、ゆっくり食べたい。どうしよう任すわ。焼きそば忘れてたって。楽しみでさ。あー、七味ね、七味入れても美味しいよね。なんで唐辛子。ニチャラブータラ、こんばんは。今来てくれた人もありがとう。どちらか見てニヤニヤするぐらいは、私たちめちゃめちゃニヤニヤ止まらそう。そうかな。そうやと嬉しいんですけどね。ソースとマヨの模様が高級菓子みたい。確かに。こういうのあるよ。そうなんよ。初めて見た動画がお別れしましただったんで、少し、あ、そうだよね。あの動画も、なんていうの？あなたの日常に言う部分2じゃないですか、あれ。あ、でもそれのもう終盤か。だからそうですよね、本当に、まあ、とにかくご心配かけてしまった、多分それで離れてしまった人もいただろうから、本当にそこには申し訳なさもあるんですけど、でもまあ最初はちょっと騙した形にはなったけどさ、でも現実ほんまに別れかけたしね。まあな、冗談抜きで。まあこれも、まあ、こんな感じです、うちのチャンネル2024年もどんな感じでね、更新頻度がどんな感じなのか、もう全く無知やからみんな期待しないでいてほしいんですけど、マジで自由更新ですから。要望を聞くくせに叶えをせ。そう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 。もうどれだけみんなに嘘ついてきたか。だからもう言ってることもなんか半信半疑で聞いといてほしいっていうか、うん、もう自由にやっていくんで、これからも。まあ、あの、飽きたり嫌いになるまではお付き合いいただけたらなと思います。だからもう本当にずっと言ってるけどさ、ずっと応援してくれてる人はもうめちゃくちゃ感謝やし、最近あの知ってくれた人も、それこそさっきも言った通り飽きりたりとかさ、歌って結構きつくよな、言ってること。なんか配信とかでさ、うん、あ、もう全然気にしなくていいんでラジオ感覚で聞いてくださいとかっていう声にはさ二言目にはさ、え、なんか帽子どうとかで、見て見てこの帽子どうどっちがいいかなとかでみたいになるやん、見てるみんなどんな感じで見てんねやろなって思う。こう集中してガーっても見てくれる人もいればさ、もうなんかこうそれこそ何か作業しながら流し見で見てる人もいるやろうし、飛ばし飛ばしで見てる人もいるやろうしさ、こう面白いなと思う。なんかみんなの人生の中にこう入れてるのはなんかすごいことなんやなと思う。まあな、あんまり実感が湧きにくいやん、自分たちって。うん、全然。うん、確かに、そう考えてた。そうそう。まあ、だから、一回さ、ちょっと嫌になっても離れてさ、またでも、なんか久々に見に来たし、嫌になってもないけど、なんか別に嫌とかもなってないけど、なんかもうそんなに別にさ、毎回見るわけではなくさ、うん、あ、久々に来ましたっていう人もいるしさ、うん、まあ、ほんといろんな人がいるなって思う。自由に好き、二人がいいとか、あ、二人綺麗にならないよとか、
じっと見てるって人もいる。二人の時間も大事だよ。ありがとう。昨日やったっけあれ。何？なんか、たまたま会ってよかった。ありがとうございます。お風呂話があんねんけど。お風呂話？ブータル、ブータルのお風呂話。え？聞く？この間一緒に入った時？違う。昨日一緒にお風呂入ったんですよ。ブーと姫と4人で。あ、確かに。うん。で、ごめんなさい。話しちゃった。はい。いらんかな。別に聞きたくないからね。何の話止まったかわからん。え？何の話？面白かったね。わからん。全然わからへん。ピンと来てない。なんか、とりあえず、その日、ゆうたろうは、お風呂を、なんか歯ブラシとかで、床掃除してたんよ。お風呂自分が入ってる時に。うん。ちょっとなんか、カビてきそうな、予感がしそうなところを、こう、歯ブラシでゴシ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 しとったんよ。わかった。わかったゴシ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 って、洗ってて、で、その延長線で、なんか普段使っ、まあ、自分はもうずっと使ってないんだけど、頭、頭皮マッサージみたいな、電動のお風呂でも使えますみたいな。それをずっとお風呂の中に入れとったから、裏見たらカビ取ったんよ。で、黒くなっとって。でそれも一応歯ブラシでちょっとやったんやけど、あんま多分奥まで届いてなくて、もうええわと思って、ちょっともう諦めとったんよ。まあ、誰もっていうか、まあ、どたらも使わんやろと思って。で、次の日、ブータローが、ブータローとなんかたまたまその話になって、聞いたら、え、昨日使ったで、みたいな。え、嘘やろみたいな。ちょっと黒いのついてるぐらいだったから全然 OK とか言って。で、しかもその後に、頭かき出して、なんか頭かゆいわ。それ、カビせいちゃうみたいな。タイミングこれさ、自分を追い込むわけじゃないけど、うん、もともとずっと洗濯機の上に落ちてたのしてるあれ。あ、入ってる。もう使わへんから。うん。で、なんでお風呂場にあると思う？ブータルはもう知ってて、結構前から、この、うん、帰れるのね、その、ノズルみたいなところでな。みたいなとこ、うん。もうそこがちょっと黒くなって、うわ、カビてるなっていうのはもう知っとってん、前から。うんうん。で、一回ブータルも洗ったけど取れへんから、うん、これ取れへんから、もうカビとしては死んでるけど、うん、この見た目としては残るんやってことが分かったわけ。死んでるけどってどういうこと？カビって死んでんじゃない？カビ生きてるやん。だって生きてるからこそこう広がっていくやん。うんうん、だけど、一回もうカビによって黒地味になったカビはもう死んでんねん。うん、ブータルの中で。もう一回洗ってこんなに殺したのに、うん、見た目として残ってるってことは、うん、なんかあれはそういうこと。なんかブルタロは殺した後に使ってるから、うん、この色はあれはもう知らない。あ、そう、うん、カビが生きた証っていう。てかごめんなさい、ありがとうございます。ちょっと話の途中だったんで言えなかったんですけど、よく翔一さんもいつもありがとう、もうずっとくれてるよね。またスパチャいただきました。改めて10年と1日、そして2024年初料理配信おめでとう、ありがとうって。こちらがですよ、もう本当にお祝いありがとうございます。これからもね、もう本当にもうスパちゃんもう本当にすいませんって感じなんですけど、これからもいろいろ迷惑もかけるだろうし心配もかけると思いますが、なるべく楽しい配信をできるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。本当にありがとう。無理だけはなさらずね、送ることに負担になってもらったりさ、申し分ないから本当にありがたくいただきます。ありがとうございます。すごいな。死んでるカビって言われがちょっとやばいな。お酒飲み始めた。いいじゃない、いいのよ。本当ね、もう良かった、うん、でもお酒こう飲みながら配信見れてることが嬉しいから、本当健康でいてね、元気でいてください。床掃除と頭皮掃除同じものって。でもさ、じゃあこれを機にちょっと頭皮1個、ちなみに歯磨きも一緒。え？ん？床掃除と頭皮歯磨きも一緒。じゃあマジでこれ最低じゃない？頭皮が使ってる歯ブラシで床掃除してたってことを後で知らされて、ブータルそれずっと使っててんけどって言って、だけどもう3ヶ月、4ヶ月の歯ブラシだったからさ、しかもカビてたからさ、もう
その、かけるシーンないの、そこ。あの、歯ブラシを、よく売ってん、100均とかで。うん、あの、宙に浮かせれるやつ。ポンってかけられるし、もうそこ自体が、もう真っ黒になってて、かびてて、いや、絶対これ歯ブラシも置きっぱなしにしてて使ってないやろな、みたいな。もらっといてよ。ところやったから、うん、あ、これをもう、で、掃除用に使おうと思って、普通に自分、それで床見たら、まさか本人が使ってるなんて想像もしなかったからさ、そんなんで口洗ってるなんて想像もしたくないからさ、黒くなってないよ。真っ黒やって、もう。なんやったら苔みたいになっとったんや。で、ちょっとほんまに、カビキラー吹いて言い過ぎ、それはさすがに分かんない。ほんまに、ポケみたいな感じの黒カビやって、もうつきすぎて違う歯ブラシとさ、あの勘違いしてない？してない。もう歯先もビヤンってなってるからさ、絶対これ使ってないわと思って。いや、絶対違う。そんな歯ブラシやったらどちらもさすがに使わないもん。まずそうやってさ、2024年早々から変な暴露してさ。いや、だってだけどさ、まあいいや、じゃあもうそれがもういい、もうそうやったんかもしれない。まあ、やとしても、ブータは今こういう汚い口あるじゃないですか。うん、あの自分でこういう認めなあかんねん、口って。だけど、この間、もう中傷に謝らなあかんことがあってさ。何？ブータは。これこそ、お風呂入ったら歯磨くんやけど、うん、歯ブラシこう2個置いてるわけ。うん、で、ブータはさ、うん、歯磨いてたんやんな、うん。そしたら、いつも朝使う、うん、そこはお風呂場じゃない、お風呂場用の歯磨きと、洗面所に置いてる歯磨きと2つあるんだよ、ブータは。うん、で、お風呂で使ってるやつは、あ、ちゃその洗面所に置いてあるやつがオレンジのやつなわけ、歯ブラシ、こう細い、ゆうちゃろが好きな歯ブラシ。うん、だからさ、お風呂入った時にさ、ぼーっとしてて、ゆうちゃろの歯ブラシ、お風呂場のやつとオレンジがさ、ゆうちゃろが朝使ってる歯ブラシと一緒なわけ。うん、それで磨いたの？うっせやん。まあ別にいいけど、のろけ。ブータロが磨いたやつでもいいって今、おえぇーって言ってそう、それはずっと黙ってた。あ、そう、すいません、使っちゃったんですてか、昔から別にそこら辺あんま気にしないと二人ともあるよな。あんまり、なんか気にせえへんタイプよな、自分なって、うんうん、昔なんか特にやけどさ、一個の、なんていうの、コップの中にさ、うん、同じ歯ブラシっていうか入れてたからさ、うん、あの、もうどっちがどっちのか分からなくなって、最終的にみたいな使ってたの、うん、あった、うん、まあ、ごめんなさい、聞く人によったら気持ち悪かったと思います。あ、また少しが、レオくん、初コメです、いつも楽しみにする、初コメで初スパ、いい、もうありがとうございます。年末の別れマスという動画始まったとき、悲しくて泣きそうになっちゃいましたって。本当にすいません。もうたくさん、だから思っ、やっぱさ、した側はなんとなくやったつもりがさ、やっぱこう、された側は残るよね。そんな別に思っとないのがいいんじゃない？いや、でもちょっと反省してるわけ。いくらほんまにやったとは言え、うん、もうちょっと報告の仕方が普通でよかったんじゃないかとかさ、なんかちょっと YouTuber っぽくしすぎたというか。そうタイトルも一人でさ、わざわざさ、写ってる写真選択してさ、別々 の、 あの選択をとかってさ、ちょっとやっぱビビらせてるわけやんか。ビビらしてんのそれなんかちょっとした悪ふざけでやったつもりですけど、本当すいませんでした。でまたこういうことしちゃったらごめんなさい。すんのかいっていうこれからも応援してます、ありがとう。でもそう言ってくれてよかったね。嫌いになられててもおかしくなかったけど、ゆうちゃろさんのブータロさんのモノマネ超大好きですってちょっとせっかくスパチャいただいてるから、ちょっと1個ブータロのモノマネどうですか？なんか言ったかな、なんかあるかな。歯ブラシ結構問題、なんか話題になってるな、うん、なんかブータロのなんかあったかな。普通は無理でしょうね、歯ブラシ共有なんて。なんかあんましたらあかんと思うし、衛生上的にも。らしいな。うん。なんかあんま気にせん。みんなそれが普通です。普通無理でいいんです。みんな私無理とかね、こう、すごいなんか言ってるけど、それが正解なんで、うん、私たちがおかしいだけなんで。うん。まあ共有もしてないんですけどね、するつもりではやってるわけじゃないんですけど。あ、そうそう、別に無理して共有してるわけではなくて、うん、たまたま共有してるなみたいな、はい、気がついたらみたいな。そうです。皆さんそのままでいてください、どうか。共有してるって方がちょっと変わってると思う。
うん。じゃあ、モノマネ。じゃあ、ブータローの笑い方のマネして。ブータローの笑い方やろ普段の買い物やろ。違う、普段。普段こんなんでしてないけど。今もそうだ。言ってないやんか、笑ってる。じゃあ今は話についてるから、そういう笑い方にしてるけど、でもなんかあったよな、動画で高田が外れた時に、はっはーって、あったの笑い方あった。のろけ系、あんたにキュンキュンされた時に、ひゃーみたいな言ってる動画覚えてる。あの、ブートのおばさんパーマの時のやつ。何の内容のやつかまでちょっと忘れたけど、ちょ、めちゃくちゃ似た。似てるじゃないのよ、似てないでしょ。そういうこと似てないねんけど。見たことあんの。そういうシーンあったっけ。あ、よかった、超面白いって言ってくれてるよ、スパチャくれた人。下着は共有できたか、歯ブラシは無理だな。あ、そうなんや、まあ、あいつのうちみんな臭いんかな。まあ、みんな臭いよ、大体。下着は共有できるのは、あれがあれだよね、ブータたちも下着は常に。あ、トミーに言われてんだよ、歯ブラシは1ヶ月で新品交換です。そうだね、でももったいないからな、だいたい3ヶ月4ヶ月そんな使ってない。ブータローは前回あれ3ヶ月4ヶ月そういう時もあったかもしれない、確かに、うん、でも基本はそんな使ってない。最近はどれぐらい使ってんの。1ヶ月に1回。ほんまに嘘ついてる。今の言い方嘘ついてる。分かってる。あ、でも2ヶ月は行ってるやろ。2ヶ月行く時もある。うん、リビングでめちゃくちゃ笑ってしまったなって。林やパーコみたいな、今日も買い物中したったな。なんでやったっけ知らん、なんか急にそんな笑い方したよな、うん、そっか、見てる、見てる、見てる。ゆうちろさんすごい、ね、6年の秘訣のキュンキュンタイムですね。そうや、キュンキュンタイムの時よ。そう、ペイさんパーさんみたいな、見つめ合ってるのキュンキュンする。え？ブタたちが見つめ合ってるとキュンキュンするんで。いやでも楽しかったですね。うん。急にしろ。いやもうあかん、みんなこれ以上付き合わせたらあかんわと思って、だって2時間経つで、マジで。あ、そうなの。うん。でもしかも絶対食べ終わらんし、これ。あ、ほんまや。焼きそば無理じゃね？焼きそば忘れんしよ。うん。うん。確かにこれは。量が多かった。明日焼きそばします。キャベツ半玉でええな。そうね、3分の…え、違う、4分の3玉使ってるから、うん、で、キャベツに4分の1いってるから、うん、うまいな。でも美味しいかな。まあな、あの、焼きそば明日にします。無理です、今日はマジで。これさえもちょっときついから、何も食べれるけど、うん、明日は焼きそばにしたいと思います。みんな嘘ついてるって分かるんだねって。ん？どこ？あー、久々にネズミ色の二人を拝見しまして癒されました。ネズミ色の二人ってなんだっけ。これちゃん。あー、そうだよね、確かに。ブータロー君もベロミ歯磨きしてる。おえいながら今もしてます。またお好み焼きあるの。そう、焼きそば今日無理。ネズミ色残りそう。お好み焼きあげたい、本当に。先着4名様、4名1人1切れ、いかがでしょうか。分からんやろ。まあ、ということでですね、ちょっとまだやりたい気持ちもありますが、まあ、ちょっと皆さんこれ以上付き合わせてもあれですしね、もうそろそろ終わるんですけど、ほら、もう先失礼します。おやすみ、ありがとうね。面白すぎる？ありがとう。明日はもつ鍋にしたいと思います。ぜひ。我が家の男性と近くうち部屋に行ったので一人でゆっくり見てますよ。ありがとう。今ゆっくりひとときタイムになったのにもう終わっちゃうっていうね。ごめんね、すいません、タイミング悪くて。グレーのスウェットトレーナーは現役がいいですよね。え、そうなの。あんまりそういう情報よくわかんないんですけど、そうなの。グレーいいよ。2ヶ月も使ってるってわかってるんだったらこそっと新しいのと交換してあげないか。おー、いや、ゆうちろはそういうことするタイプじゃないかって、うん、面白がるタイプやもんな。うん、なんやったらもうそれで床掃除しだすから。最悪。はい、ください、あげたい。時差があって午前2時です。おお、もう眠たい。お
おやすみなさい。でも会えて嬉しい。ありがとう。今日も仲良し2人に会えてよかった。ありがとうね。やっと片付け終わった。お疲れなのに、もう終わっちゃいます。こっちもごめんなさい。お疲れだよ。すごいね。ちだって午前2時ってことは反対顔ぐらいにおるんじゃん。そうだね。アメリカ系。もう終わり、寂しい。ごめんね。ありがとう。こちらこそ。今月の月1ライブ配信はいつ予定かなということなんですけど。いつ？来週の土曜日かな。来週なかったっけ？最終週かな。今週の日曜日でもいいけど、やっぱ次の日休みの方がいいもんね。うん。なので、来週の土曜日だと思われます。おそらく。27日？ 27 か。27の。土曜日に月一、そう、そう、もうみんなこれ知ってるって人もいると思うんですが、初めての人も多かったので説明しておくと、毎週水曜日こんな感じで、ほぼね、たまにお休みする時もあるんですけど、基本的には毎週水曜日、ユーブクッキング生配信で料理しながら雑談するかをやっているのと、月一でもね、YouTube ライブを土日のどっちかがほぼ多くて、うん、夜9時ぐらいから、ドラドラ喋ってる配信があるので、ライブ配信も結構多めなチャンネルなんでね、皆さん毎週水曜日と月一ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。で、まあ最近はちょっと動画また更新控えめになってきてしまいましたが、今編集中の動画もちゃんとあるので、ちょっとまた明けましておめでとうから始まる動画なんですけどちょっとした旅行風景が一発目の動画は上がるかなと思ってますので、そちらも楽しみにしておいてほしいので、ぜひチャンネル登録しておいてもらえたらね、通知来ると思うので2回押した方がいいのかな。何が？チャンネル登録、ちゃんと通知欲しい人、なんか1回だけ押すだけじゃ、なんか1回登録して、うん、横のベルマークの通知でオンにしてっていうのは見ないけどな。そうそう、うん、しといてもらった方がいいらしい。なんかたまに通知来ないっていうね、クレーム来ることがあるんで、ぶどうもちょっとよくわかんないんですけど、仕様がしといてもらえたらなと思います。では本当今日はちょっとね、いつも以上にスペシャルな夕刊半で終わるんですけど、今日ちょっと2時間ぐらいで付き合わせてしまったんで、ありがとうございました。なのでまた来週お会いして、その日の土曜日は、その日の週の土曜日は、なんか出た、どうした、なんかコンタクト、ああはい、またよろしくお願いします。では皆さん、今日もいっぱいコメントとか、あとね、スパチャくれた人も本当になんかご負担になってなかったらいいんですけど、もうありがとうございます。もう本当に嬉しいです。無理しない程度、はい。で、まあコメントくれた人もね、大変だったと思います。見るだけでも大変やのに本当にいつもありがとう、盛り上げてくれて。で、コメントなくともですね、ずっと見てくれてた人も本当貴重な時間を費やしてくれてありがとうございました。楽しんでもらえてたら嬉しいです。で、アーカイブで見てくれた人もありがとう。じゃあこの2024年もこんな感じで自由にやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では皆さんもね、今週まだまだ長いですけど頑張ってください。誰どこのどこの、頑張ってください。今週長いけど頑張ってください。バイバーイ。あと2日、あと、まあ、あと2日じゃない人もいるか。まあね、うん、いや、そう、いや、そうやな、うん、あと2日、あと2日の人はあと2日頑張って。そう言い方がなんない今の頑張ってーって頑張ってー。じゃあ、またなんか251人も見に来てくれてる。でも終わる。みんなありがとう。バイバーイ。おやすみー。どうやって気になったっけ。こうか。またねー。